はいそれではまずはこちらのコンビーフ容器から取り出します、はい、今回は野崎のコンビーフですね、はい、1>, 1個8 0ムで無塩石のものを使っております牛肉の代わりにコンビーフ使うので、まあ、経済的に安くなるっていうのと、はい、あとはまああの工程がちょっと少ないので,で、ね、まあ楽ですねはいこんなんですねああいい匂いしてきましたはい、ね、すごいちょっと一回出してゃうてあ<ー>あきれいに出せたね、はい、なるほど 1回、あの封を上げてしまうと腐りやすいので1回で使い切る量って必要なんですよね、うそういうものが出たので、出たってこれ、いつから出たか知らないんですけどまあこの容器から出して、はいはい、でこんな感じでほぐ,ほぐすとで、これね、ちなみにこういうあの明治屋のコンビーフもあるんですけど、はい、これを使う場合は、1回その電子レンジで500ワット30秒加熱してから、はい、まあ先ほどと同じように、この入れ物から出してほぐすということですよね。はいはいそ ほぐれやすいと思います。はい、まあ、こんな感じで。まあこうしてちょっと、軽くほぐしておいてください。はい、いはい、それでは、じゃがいも、今回2個で、4 4 0十グラムですね。はい。これを水洗いします。はい、これ、新じゃがです。新じゃがはね、あの、皮のまま、肉じゃがにできます。じゃ、乱切りにします。はい、一口大の乱切り。はい、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 水につけて、まあ、ちょっと表面のぬめっとしたのをね。取っておきます。はい それでは次は絹さや 30g を茹でるんですけどその前に筋を取り除きます、はい、<お>こんな感じこんな感じはい、はい、こうやってちょっとこう腐ってるから、はい、こうやろうこれ本当に茹でる時間は本当に10秒ぐらいでいいですざる、はい、に上げて広げて冷ましておけば色が変わりません、はい ははいそれでは材料を煮ますじゃがいもと水2 0 0トルこれね水結構少なめなんですけど、はい、じゃがいもから水分出ますんで大丈夫です砂糖ですね大さじ2杯ですねこれね蜂蜜ある方はあの砂糖のほうに蜂蜜使ったほうがいいかもしれないですね混ぜますで沸騰するまで待ちます沸騰してきましたので、はい、ちょっと弱火にして、はい そして蓋をして5分ほど煮続けてくださいはい、はい、5分経過まずは生姜汁大さじ1杯で、はい。で醤油は大さじ1杯ですね、はい、これね最初に砂糖を入れましたよね、うん、ああやった方が砂糖が染み込みやすくなりますじゃがいもが柔らかくなるまでい。蓋をして煮続けてください、はいはい、蓋閉めてから9分 結果です。はい、竹串で刺していい抵抗があんまりなければ OK ですね、はいまあ、コンビーフからの出汁を出すとかね、まあ、そういう目的であんまり触るとこう、ねはい、じゃがいもが崩れるのでなるほどちょっとこう広げてはい、はい、もう一回ふたしますはい今度はここで、はい、絹さや、はい、絹さやを、えー、散らしまして。はい あんまり長いこと加熱すると、色が変わってしまうので、はいうん、ちょ、ちょっと、こうやって、強火にして。はい。はい、で、あとは、もう、水分飛ばし方は、自由ですので。はい。はい、これで、コンビーフ肉じゃがの完成です。これから新じゃがの季節です。簡単で美味しいコンビーフ肉じゃが、ぜひ、皆さん、お試しください。はい。お相手は、よっちゃんと。カメラマンばんばてっぺいでした。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。したこの調理動画、役に立ったらいいな、という方は。 動画へのいいね評価そしてまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますバンミスチャンネルついに登録者1000人を突破いたしました 2>,、はいえー、2年間ご愛顧くださる皆さんありがとうございますそしてこれからもよろしくお願いいたしますじゃあよっちゃんまた1週間後の、はい、料理動画楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いしますはいリスナーさんもぜひご期待くださいそれではさよならこんなおいしいな。これどこの何の肉使ってんのやうん 牛肉って,書いてありますね。牛肉牛脂。